ついに来たよ、動く。ゆかさん。さあ、行くぞ。おーし。あ、普通に潰された。普通にミスった。あら。陣内もこのネタ取るためにここまで来たのかな。よし、行くぞ。よし。当然治ってないね。うん。お前は動かんのかーい！ね。いやここ来るまでね、15時間から20時間ぐらいかかったんだけどね、このネタ撮るためだけにここまでやったのかな。よし。うわお、わらわら。行くぞ。やった。よし。わらわら。イェーイ。わらわら。あれ？まだあんの？え？まだあんの？知らなかった。わら。まだあんの？なんかえらいかっこいい。ジニーキング。人間がこの場所に現れたのを初めてだが、人間ごときが来る場所ではない。悪いが敵かい。あの MP 足りないんで使うしかないか。氷？氷からの氷？からの氷？頑張って。あのキングじゃないやつと同じじゃない？ポイント高いけど、あなたキングじゃない人と同じじゃない？R連打するだけなんですよ、俺がやってること。痛い。やってることえげつねえけど、メニュー開けねえ。いや、それは卑怯や。ハメか。まあこっちがハメるんやったらこっちがハメてもええよな。ペッ、クソ雑魚ナメクジが。アップになって死んでもらうとか言った割にクソ雑魚ナメクジじゃねえか。ジニーキング。わら。あれ弱点特になしなんだけど、打たれ強い、氷、水。でもまあさすがに終わりか。うん。悪いが死んでもらう。お前が。おお。さすがにラストか。よし、たどり着いた。しかし広い部屋がある。まだあんの？あ、宝箱まだある。顔弱点っぽい。トロルナイト。まあ雑魚が出ないんだら、まあいろいろ試しますか。まずはよ、固まるかな。雑魚は出ます。じゃあやっぱチェインで無理やり固めるのかな。固まりますね。そもそも論なんだけど、うん、は、部屋が広すぎて
スペアが広すぎてこいつらの攻撃範囲外に行ける。もう一個ぐらい回復 MP 回復使えば勝てそう。まあまあ半分ぐらいでパターン変わるっしょ。来るのやめて。ほらね、そういうこと。はぁーくっやめに使った方がいいね。幅跳び、わら。ああ、MP 回復アイテムが。飛び込んでくる可能性を考え、いや、これ範囲になった瞬間に行っちゃえば、位置が、雑魚がね大量に湧き出してるけど範囲外に逃げることは、可能ですね。ですね、うん、一回帰るかどうか微妙なとこだな。うわお、はあ帰ってきてる、帰ってきてる両方に当たる判定ある。帰ろうかな、消費的な問題であんま使いたくないんだよね。帰ろっか、帰ろうか、回復アイテム特に MP 回復アイテム使いたくないんで帰ろうか。パターンチェックして、普通に氷で固めながらで、ね、ゴーコース帰ろっか。あんま無駄遣いしたくないんで帰ろ。41あるしね、帰ろ。じゃあの、さあね、回復して戻ってきた。とりあえずセルで防御力上げながら、アイスボールで固めつつ戦っていきますか。まあ、雑魚がいっぱい来たらマジックチェーン。そんな感じかな。よし、行くぞここか。まずはセルを。行くぞ。ですね、ここ広いからね、あいつは戦わないように。1ブレワイの後に見るとプレイわらわら。よし、ザコはね、分かれるとゼルダのブレスオブザワイルドに似てますね。まずゼルダの伝説シリーズの一つみたいなもんなんで。ファイト。
そこの雑魚脇はちょっと欲しいな。やっぱ固めるか。攻撃当たんないんで、だいぶ通るねダメージで。2回入れて、落とせたら楽なんだけどね。攻撃を2回入れて固めてを繰り返したら、まあまあまあ楽にいけそうな感じだね。飛び込み攻撃だけ気をつけて。まあとりあえずね、半分減らして攻撃パターン変わるところだ。MP が120か。魔法自体にもそれなりにダメージが入ってる。お、半分でしたね。なかなか削れないな。投げてくるようになるんだ。よし、とりあえずね、回復薬。おわ、頑張れ。トロルない。まあ楽勝そうだね。何？お？ああ使わされた。固めるの大事ね。まあほんとこのゲームのボス戦っていうか雑魚戦もなんだけど、とりあえず数を出してくるというクソみたいな。ちょっと敵の数が増えてきたんで、だいぶ持ってかれるな。ちょっと一回消したいね。何匹沸かせる気なの雑魚戦で。ダメだ、脇がきついね。これは何でこっけんねん。まあ無理やな。チェインや。ボスより雑魚に殺意が湧きそう。あのクソすぎひん。
倒しかないね。あんまり MP 回復アイテムがないんですよね。このね、クソボスがね、もうほくさ、なんであの段差につまんじゃい、雑魚多すぎ。攻撃のチャンスがない。そしてこれ段差にダメだ、あのクソじゃないところがない。ずっと言ってるけどクソじゃないところがないねえし。わらわらダメだ、クソじゃないところがない。15消費なんだよね。雑魚の攻撃は大したことないんで。もう！あーいちいち腹立つな。敵には関係ない自分だけ詰まる段差とか、もうアホくせ。戦闘中にメニューに怒られるのなんでや、わらわら。あ、でも武器出すのも異常に遅いんだよ。出させろよ、もうこれに200円も払うのか。なんで2ヒットすんなよ、もう打ってほしいな。早く遠距離攻撃してこいよ。ダメだ、クソすぎる。なんで当たんねん。次で終わらしたい。ちょっと離れて遠距離攻撃を発動。もう敵の方が早いんだよ、アホらしいな。終わったろ。てか終わらしたい。よし。ああ、そう、雑魚は別だから残るんだ。頑張って。おめでとうございます。ん？画面真っ暗になったからびっくりした。敵消える時のエフェクトか。よしよしよし。まあだいぶ無駄にアイテムを使わされたけど、これ盾かな、例の。やったね。こだ鎧まさかの盾取りに来たら鎧があった。古代人の鎧、守備力プラス10。買った。あのさこれゼルダの古代兵装の鎧ですよね。おお、ちょっと待って、これ多分動くよね。あれ大丈夫、セーブ。
大丈夫だ。急に寄ってきたのこいつ。そっか。ドラゴンの盾。さては守備力プラス10さらに。いやー、一応これ倒さないと寄ってこないようになってるのかな。まあ、バグ使えばね、空中浮遊とかができるんで、それ使えばここ倒さなくてもいけるみたいだけど、そうだね、どうしようか。レベル上げしつつ変えるか。この後ね、次ドラゴンの剣なんだけど、52だしね、ちょっとレベル上げしつつ変えろうか。